洗濯機板って必要。まあさ、先日お客様のところでお見積もりしたんですけれども、洗濯機板ってあるじゃないですか。あれってお客様も絶対にいらないって言うんですよ。ただ僕はまあいると思って、まあ、見積もりに含めて持っていったんですけど、あれってそもそも必要か不要かっていうところなんですけども。はい、そうですね。これなんで見積もりにしていいかって。まあ、僕は水漏れとかすると、はいはいはい、まあ、そのことを考えるとあった方がいいのかなと思って。そうですね。洗濯機パンって、はい、まあ、その洗濯機の下にあるもので、はい、でまあ、別名防水パンと呼ぶと思うんですよ。で、その目的っていうのは、はい、まあ、通常その洗濯機のホースって、まあ、そのまま排水に直接接続されて、はい、まあ、あの水をまあ排水していると思うんですけども、はい、まあ、それがこう水の勢いにペロンって取れてしまう時があるんですよね。はい、で、それが洗濯機パンの上で、まあ、漏れてるんであれば、そこでこうその、まあ、防水パン、洗濯機パンを作ってくれて、はい、まあ、元々の排水に流し込んでくれる、まあ、つまり漏水しないということになるんですけれども。そのお客さんが言うのは、はい、その防水パンがいらないっていう理由が、まあ、洗濯機の下がすごく掃除がしにくい、はい、埃が溜まったりとか、はいはい、まあ、あとは排水、はい、あそこの手入れがすごくしにくいから、はい、いらないって言われるんですけど、はいはい、まあ、確かにそれは一理ありますね、はい、ただうちのお客さんで言ってはったのが、その人も最初いらないってつけてはらへんかったらしいんですよ、はい、でつけてはらへんかったらしいんですけども、まあ、ある日洗濯機回したまま、まあ、外出てって帰ってきたら、はい、もうそのホースがあの排水から外れて、はい、もう洗面に水浸しになったって言って、はい、もうこれはもう二度と起こしたくないって言って、はい、もう洗濯パン絶対いるはずがなかったんですよね、はい、だからまあそういう意味では、まあ、掃除しにくいっていう、まあ、デメリットもまあありますけれども、はい、あくまで万が一の抑えなんで、はい、そういう意味ではまあやっぱりあった方、まあ、そういう話聞くとあった方がやっぱりいいかなと思いますね。まあ、そのお客さんは1階なんで、はい、1階の場合って別にその1階の床下っていうのはコンクリであったりとか、はい、土であったりするので、まあ最悪その床をまあ水浸しになったとしても、まあ、雑巾で拭けばいいだけっていう感じでまあなると思うんですよね、はい、でただこれがね、あのマンションのまあ2階以上であったりとか、まあ、これだけでも2階以上とか行って、はい、万が一水が漏れて大気に侵入してしまうと、はい、大変なことになってしまうと思うんですよ、はい、で1階の床だけ拭くんだったらまあ問題ないと思うんですけど、はい、2階以上で大気に漏れた場合って、まあ、天井に漏れてくるわけじゃないですか、はい、でそうするとクロスのシミができますし、でそのクロスだけじゃなくて下地として使われている石膏ボード、はい、これもかなり水に弱いんですよ、はい、だからこれも吸ってしまうと、まあ、ボロボロになって、最悪その天井のクロス張り替えるだけじゃなくて下地から作り直さないといけない、まあ、そういうことにもなりかねないということになりますね、はいはい、まあ、そういう意味ではその、まあ、掃除のしにくさを、まあ、上回る、まあ、メリットというか、はい、まあ、万が一の抑えっていうのはまあ確かにできると思います、ね、はい、でただ、まあ、そういった、掃除しにくいっていうこと。はい。まあ、ご家庭洗濯機パン使っていると、どうしても埃がこう溜まって、なんか汚らしいところで正直多いですよね。はい。で、一つ対策としてあるのが、はい、最近ドラム式用の洗濯機パンっていうのがあるんですよ。はい。でこれどういったものかというと、この洗濯機パンの、はい。余波が10センチぐらい立ち上がってるんですよ。はい。そうすると、その洗濯機の下でその10センチの隙間ぐらいで手突っ込んで、はい、まあ、掃除というかできるんで、まあ、比較的こうメンテナンスしやすい、まあ、洗濯機っていうのもあったりしますね。はい、ただ、まあ、こういった洗、まあ、あくまでドラム式用なんで、はい、通常のまあ上から入れるような洗濯機の場合ってこう10センチ立ち上がっちゃうんで、はい、まあ、水洗の位置とか、まあ、そういうことを考えると、まあ、この、パンがいつも使えるわけではないですね。はい、で、あと、まあ、取り寄る策としては、はい、サイズ的にも、まあ、昔のもので結構幅が大きいものが多かったんですよ。はい、で幅が、80センチであるとか、まあ、70センチ。まあ、この辺の、洗濯機パンを設置しているご家庭が多かったんですけれども、はい、今の標準サイズって64センチなんですよ。はい、だから、幅が小さくなった分、はい、そういった埃が、まあ、端に溜まってるとかっていうのは、まあ、目立ちにくくなっているかなという。で、あんまりこう、ホコリが見えたりとかはしにくい構造に。まあ、しにくいよ。そういうサイズがちょっと小さくなったことによって、まあ、目立ちにくくなったりするかなと思いますね。はい。なんで、まあ、洗濯機パン、まあ、つけるつけないっていうときは、あくまでも万が一の抑えになると。はい。ただ、そうであったとしても、一回だから、まあ、そういう万が一のことが起こったとしても、はい。もう拭くだけで、まあ、OK だから、まあ、なしにしましょう。はい。っ
ていうふうに考えるのが一つ大きいと思います。はい。ただこれ一方で、上の階の場合は、これ万が一漏れてしまったら、特にマンションなんかで言うと、はい、下の階の人に迷惑してしまうんだ。はい。まあそういったところをしっかりと、まあ理解した上で、まあ洗濯機は必要か不要かってところを、まあ議論をするのがいいかなというふうに思います。はい。では、まあ弊社、ミヤボリホームではそういった点も踏まえて、防水パン、ありかなしかお勧めしていきますので、ぜひご検討ください。ありがとうございました。ありがとうございました。